編さんへ自己紹介します。無職の投資家です。投資は攻略しており、含み益は増え続けますが、総資産は生活費で賭けてる感じです。投機ではなく投資をたしなむ地味なタイプです。よかったらチャンネル登録してください。テケテン投資カリバティはチャンネルメンバーを募集してます。メンバーさんが視聴できる限定動画では厳選した開催インテント銘柄などを紹介してます。投資に関する真面目な話はそっちでしかしてないので、どなたでも応援がてら登録してくれると嬉しいです。テンテケテン。本日の日経平均はプラス548ポイントです。今日は反発してしまいましたね。セリクラにも一抹の期待を込めていただけに、残念な物足りない結果となってしまいました。なかなか思うように動かないのもまた相場です。テンテケテン。相場サイクル的には不安から相場を拒否するフェーズに移行中でしょうか。ここからは相場が楽しくなるアビ共感が期待されます。米国金利の上昇が止まらず、消費者が根負け買い控えしているようですが、年末商戦や大統領選挙など買い支え要因も控えています。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。テンテケテン。気になるニュースを紹介します。 TOB が14年ぶり大差、オムロンなど成長意識した買収像、日経新聞とのことです。 TOB、M&A 市場が活発のようですね。私なんかはライブドアとかのイメージですね。ドラマだとハゲタカとかそういう世界観でしょうか。要するに割安な企業を買って会社を乗っ取ろうという仕組みなわけです。だから企業によっては拒否したり敵対的買収されたりもします。上場企業の宿命ですね。日本では日本 M&A センターなどいくつかの仲介センターが上場しています。後でチャートを紹介しますが、わりかし株価は低調です。買収合併は今後も怒涛の勢いで増加するでしょう。格差が止まりません。視点を変えてみたら、投資家にとってはイージーな社会の仕組みなわけです。やっぱり格差が止まりません。テンテケテン。親愛なる皆さん、ごきげんよう。生きてても楽しくない、投資家リバティです。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる銘柄ご紹介します。テンテケテン。8698マネックスグループ S 高でございますわ。私はノンホルです。はあって感じです。この銘柄はなんか嫌いじゃないんですよね。ここから下がったりするんでしょうか。下がったら買いたいな。この銘柄の注目度は 15% です。テンテケテン。2127日本 M&A M&A キャピト総壁の M&A 仲介サービス会社です。どっちもベラボーに下がっております。たまには視聴者さんに上がりそうな銘柄でも紹介しましょうかね。日本 M&A そろそろなんでないでしょうかね。そろそろって言っても明日明後日の話じゃないですよ。 JPX 前 CEO の清田氏が特別顧問に就任しております。テクニカルで見ても買い優勢に見えます。どう見るか人によって大きく意見が割れそうでもある銘柄ですね。 M&A 仲介サービスなんかは儲かるけど参入障壁が低いセクターな気がします。しかしここはのらりくらりとやっていけるのかもしれません。500以下になることを覚悟して長期でやっていくならいい頃合いだとは思います。この銘柄の注目度は 20% です。テンテケテン。私は20年間相場を生き抜いており、投資をめちゃくちゃ簡単なゲームと思っています。稼げそうな銘柄なども紹介したりしてるので、応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。知りたいこと質問要望があれば気軽にコメントしてください。こうしたらこのチャンネルは良くなるなどのご提案もあったら教えてほしいです。テンテケテン。最後に本日の相場市ランキングの途中経過報告です。秀俊さんの JRC ファーマが情報修正を帳消しにする下げで、
パフォーマンスを大きく落としています。投資の怖さ、デタラメさ、瓦解も見えますね。こうして人は人間不信になっていくわけです。ウロさんがいち早く今月の成績をプラテンさせています。このところ落ち込んでいたヤクルトがポッカサッポロフードの植物性ヨーグルト事業を取得とのことで材料視されているようです。ヤクルト戦の次の一手はヨーグルト、何でしょうか。私もたくさん仕込んだ銘柄なのでどんどん上がっていってほしいものです。まあこんな感じですね。今日は特に波乱もないわけです。以上です。てんてけてん、最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。